読売ジャイアンツ、球界の名手と呼ばれた日本最古のプロ野球球団ですが、永久欠番の数が NPB で最多というのはご存知でしょうか。今回は巨人で偉大な功績を残し、現在も永久欠番という形で歴史に名を残す6人のレジェンドたちを紹介します。時速160キロとも言われるストレートを武器に、日本プロ野球黎明期において伝説的な活躍をした不滅の大投手、それが沢村栄治です。1934年に読売新聞社社長だった正力松太郎の発案で開催された日米野球では、野球の神様ベイブルース、ルー・ゲーリック、ジミー・フォックス、チャーリー・ゲーリンジャーなどそうそうたるメンバーが来日。これまでの対戦成績は日本チームが8戦全敗とまるで歯が立たない状態でした。しかしここで沢村は当時わずか17歳ながら、これらアメリカの4選手から連続三振を含む8回1失点の好投を見せ、試合にはゲーリックに打たれたソロホームランによる1点差で敗れたものの衝撃を与えます。他2度の渡米遠征で活躍するなど、スクールボーイ沢村として野球の本場アメリカでも名を馳せました。その後日本で職業野球が開始されると、巨人の初代エースとなり、1936年の初優勝に大きく貢献。1937年秋季には史上初の投手5冠に輝き、初代 MVP を受賞するなど伝説的な活躍を残します。しかしこんな大投手を時代の荒波が容赦なく襲います。プロ野球が開幕して2年後、日中戦争の拡大により沢村は徴兵され、丸2年間の戦場生活を余儀なくされました。歩兵としての数々の戦闘にも加わり、左手のひらを機関銃で撃ち抜かれるという壮絶な重傷を負ったほか、足の負傷やマラリアの感染などで体を蝕まれ、復員後は以前の制球力を失ってしまいます。さらに復帰翌年にも召集によって1943年までフィリピンに派兵され、1944年には再び召集されて3度目の軍隊生活を送るなど、実質的なプロ稼働期間は数年間でした。そして1944年12月2日、フィリピン防衛線に向かっている途中の東シナ海上でアメリカの潜水艦の魚雷攻撃を受け、沢村は27年の短い生涯を閉じたのです。強制的な徴兵で出征は名誉で国民の義務だった時代、プロ野球選手といえど例外は認められておらず、沢村の他にも多くのプロ野球選手たちが戦場で命を落としました。戦後巨人は沢村の功績を称え、彼の背番号14は日本プロ野球史上初めての永久欠番に指定されます。そして現在全球団を通しシーズンで最も活躍した先発投手に贈られる沢村栄治賞は投手最高の栄誉だと称されています。沢村が残した言葉が今にも伝わっています。人に負けるな、どんな仕事をしても勝て、しかし堂々とだ。1947年腸チフスで32歳の若さでこの世を去った黒沢敏夫、俺が死んだらユニフォームを着せて葬ってほしいと遺言を残していたと言われています。黒沢は関西大学で司法として活躍、1936年名古屋金庫軍の結成に伴って入団してからはチームの合併や自身の兵役などがあり、名古屋金庫軍、太陽軍、製鉄軍、巨人軍と移籍。当時の巨人は大半が兵役で休職していたことに加え、戦線悪化でもはや野球どころではないと主力選手が次々と辞表を出し、存続の危機に瀕していました。こんな状態の中でチームを支えたのが黒沢、全試合出場で打率はリーグ2位の3割4分8厘をマークしています。戦後は46年も全試合出場を果たし、これからの活躍がますます期待されていたタイミングで腸チフスが発覚し入院、そして33歳の若さで急死します。責任感の強い黒沢は体調が優れないことを監督の三原治に隠して試合に出場し続けました。食糧難の時代、栄養不足や疲労がたたったことがさらに進行を早め、命取りになったと言われています。病に倒れるまで巨人を支えた功績を称し、千葉茂を中心とする選手有志が提案し、沢村栄治と共に永久欠番になります。本人の遺言の通り、黒沢の遺体はユニフォーム姿で棺に納められました。現役時代からその卓越した打撃技術で打撃の神様の異名を取り、日本プロ野球史上初の2000本安打を達成した名選手でした。終戦直後は赤バットを使用してトレードマークとなり、青バットを使用した大下博士と共に鮮烈な印象を与えています。
通算打率3割1分3厘は7000打数以上の選手の中では張本勲に次いで歴代2位、通算99三塁打はプロ野球歴代4位という記録を持ちます。長嶋茂雄などの新人の台頭もあって1958年に現役引退を表明しヘッドコーチに就任、1960年に水原監督の辞任に際し監督に昇格。川上哲治といえば1965年以降1973年まで9年連続リーグ優勝と日本一の V9 を達成するなど黄金時代を築き上げた名将としても知られています。川上は戦力に乏しいロサンゼルスドジャースが毎年優勝争いをしている点に注目し、ドジャースのコーチのアルキャンパニスが表したドジャースの戦法を教科書にしていたといいます。選手のプレー一つ一つに状況などを踏まえながら細かい点数をつけるなど独自の管理野球を確立し、猛練習を課して選手たちを叩き上げてきました。 V9 を成し遂げた快挙からプロ野球界の生き神様とも呼ばれ、伝説的な存在として君臨しました。1966年、功績を叩いて背番号16が永久欠番に登録されます。日本プロ野球の歴史の中で唯一未だ破られていない通算400勝という記録を持つ大投手金田正一。この400勝という数字は投手を酷使していた前時代の産物でもあり、現代のプロ野球の選手には打ち立てることは不可能であると言われています。金田は独自のコンディション管理やトレーニング法で致命的な故障をすることはなく、長期間勝ち続けることに成功しました。ちなみに傍若無人を絵に描いたような人柄であることも有名で、国鉄時代に保守をしていた根頃博光は、金田さんは機嫌を乱すと本当に荒れた、しかし彼が頑張らなければチームはどうしようもないので機嫌を直すのにとても苦労したとインタビューで振り返っています。気性の荒さで乱闘参加も珍しくなく、通算8回の退場処分は2005年にタフィーローズが更新するまでの最多記録であり、日本人だけに限定すれば未だ最多記録です。引退後はロッテオリオンズの監督、日本プロ野球名球会の初代会長を務めました。様々な豪快エピソードがありながら1970年34は永久欠番に制定されました。世界記録である868本の本塁打を打ち立て、世界のホームラン王と呼ばれる王貞治、本塁打を15回、打点を13回、最多出塁数を12回獲得、日本プロ野球の歴史では最多となる最優秀選手を9回受賞しています。王は1959年にプロ入りしてから引退する1980年まで選手として22年、助監督、監督として8年、連続して30年間ジャイアンツの背番号1を背負い続けました。退団の翌年、1989年に背番号1は永久欠番として認定されています。1977年には国民栄誉賞も受賞。現在は81歳ですが、福岡ソフトバンクホークスの取締役会長であり、日本プロ野球名球会顧問を務めるなど、日本プロ野球全体を象徴する顔の役割も担っています。野球選手としての記録も偉大な王貞治ですが、あの野村克也が、王は常に謙虚で周りを気遣う紳士であり、特に弱い立場の人への配慮を欠かさないところがあったと褒めたたいているほどの存在、律儀な性格でファンレターや年賀状の返事は必ず書いていたというのは有名な話ですよね。こうした人徳者としての側面が今なお愛され必要とされる大きな要因と言えると思います。そんな王貞治の盟友、ミスタージャイアンツと呼ばれたのが長嶋茂雄。 ON 法として日本プロ野球の人気を牽引しました。巨人の4番として活躍し続け、天性のバッティングセンスとエンターテインメントを提供し続けたサービス精神とプロ意識、勝負強さ、天然発言などで多くの野球ファンから愛されました。歴代の選手たちの中で通算打率3割以上、通算本塁打400本以上、通算打点1500打点以上を成し遂げたたった4人の選手の1人です。1958年にプロ入りをしてから17年にわたる巨人一筋での現役生活を全うしました。1974年後楽園球場で行われた引退セレモニーで彼が発した我が巨人軍は永久に不滅ですのスピーチはあまりにも有名です。現在は読売巨人軍の専務取締役終身名誉監督、2013年には国民栄誉賞を受賞し、2021年の8月には王貞治、松井秀喜とともに東京オリンピックの聖火ランナーを務めた姿が話題になっていましたね。
しかも2021年11月には野球界初となる文化勲章を授与されるなど評価され続けています。文化勲章を授与された9人の中にはノーベル物理学賞の真鍋淑郎や歌舞伎の尾上菊五郎もおり、いかにすごい賞なのかということがわかりますね。巨人軍が不滅であるとともに、現在85歳のレジェンドにはまだまだ長生きしてほしいと願っています。今回は読売巨人軍の永久欠番として、その伝説を残すレジェンドたちを紹介しました。やはり最古の球団ということだけあって、球団にとってだけでなくプロ野球全体に影響を与えた人たちが多いですね。今後違う球団での永久欠番についてもお伝えできたらと思っています。これからも野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。